平野翔のファン層の広さも特筆すべき点です。60代や70代のファンも多く、その理由は彼の誠実さと、年齢を超えた共感を呼ぶ性格にあります。彼は、ナンバーアンダーラインアイというアイドルグループの一員として、その才能と魅力を存分に発揮してきました。平野翔の魅力は、若い世代だけでなく、幅広い年齢層のファンに支持されていることでも知られています。 その魅力を紐解くと、単なるアイドルの枠を超えた深い人間性と、多彩なパフォーマンス能力に行き着くことがわかります。私が平野翔に初めて心を奪われたのは、昨週に YouTube で偶然見た、マジックタッチのパフォーマンスでした。そのダンスと独特の色気に一瞬で魅了され、すぐに彼についてもっと知りたくなりました。ネットで彼の名前を検索し、数多くの動画を見始めると、 その純粋さ、優しさ、そして男らしさにますます惹かれていきました。彼のダンスの魅力は単なる技術だけではなく、そこに込められた感情とストーリー性が視聴者の心を捉えるのです。平野翔は、その自然体での表現力でも特に印象的です。例えば、バラエティ番組での彼のリアクションや、ドッキリに引っかかる際の素朴な表情は、多くの人々に親しみを感じさせます。 彼の人間味あふれる一面が垣間見える瞬間は、ファンにとって特別なものです。その一方で、パフォーマンスの際には一転してセクシーさや力強さを見せ、まるで別人のように舞台を支配します。このギャップこそが、彼の大きな魅力の一つでしょう。また、平野翔のファン層の広さも特筆すべき点です。60代や70代のファンも多く、その理由は彼の誠実さと、 年齢を超えた共感を呼ぶ性格にあります。あるファンは、私は75歳ですが、彼のファンクラブに初めて入りました。彼のラインが来るのが毎日の楽しみです、と語っています。このように、彼のファンは老若男女を問わず、彼の魅力に引き込まれていくのです。さらに、平野翔の魅力はその人間性にもあります。彼は非常に家族思いであり、 おばあちゃんと一緒に暮らしていたエピソードなどからも、その優しさが伺えます。こうした背景が、彼の温かみのある性格を形成しているのでしょう。彼の一挙一動には、自然と周囲への配慮が感じられ、それが彼を特別な存在にしています。彼のパフォーマンスは、ただ技術的に優れているだけではなく、その一つ一つに物語があります。例えば、ドラマ、クロサギンでの演技や、 花の千晴れでの役柄は視聴者に深い感動を与えました。彼の演技にはリアリティと情熱があり視聴者を物語の世界に引き込みます。彼が演じるキャラクターはどれも魅力的であり忘れがたいものばかりです。また平野翔の音楽も特別です。彼の歌声には独特の魅力がありその歌唱力と表現力は多くのファンを魅了しています。マジックタッチや 一番などのパフォーマンスは、ただ聴くだけでなく、見るものを感動させる力を持っています。彼のステージパフォーマンスは、観客を圧倒し、いつまでも心に残るものです。彼の多彩さは、ダンスや歌だけにとどまりません。彼のトークセンスも抜群で、バラエティ番組でのユーモアや基地に富んだ返答は、多くの視聴者を笑顔にしています。彼の言葉には真摯さがあり、その一方で、 時には鋭い洞察力を見せることもあります。こうした彼の多面性が、ファンを飽きさせることなく、常に新しい魅力を提供しています。さらに、平野翔の魅力は、そのビジュアルにもあります。彼の瞳は透き通るようで、その眼差しには強い意志と純粋さが感じられます。彼の姿はまるで現代のプリンスのようであり、その存在感は舞台や画面を超えて、ファンの心に深く刻まれています。 平野翔のファンたちは、彼の成長を見守りながら、その一挙手一投足を楽しんでいます。あるファンは、彼の幸せが私の幸せです、と述べています。彼の成功と幸福を祈る声は、ファン全体に共通するものであり、彼に対する深い愛情の現れです。このように、彼のファンは単なるファン以上の存在であり、まるで家族のように彼を支えています。 彼の未来には無限の可能性が広がっています。彼がこれからどのような道を歩むのか多くのファンが期待と共に見守っています。彼の持つ才能と人間性はこれからも多くの人々に感動を与え続けるでしょう。平野翔という存在は単なるアイドルを超えた日本のエンターテインメント界の宝であり、その輝きはこれからも増していくことでしょう。最後に、 彼の魅力を語る上で忘れてはならないのは、その謙虚さと努力です。彼は決して自分を誇ることなく、常に周囲への感謝を忘れません。彼のこうした姿勢が、ファンの心をより強く掴んで話さないのです。彼の成功の裏には、計り知れない努力と情熱があることを、ファンは知っています。平野翔の魅力は、単なる表面的なものではなく、彼の内面から滲み出るものです。 その優しさ、誠実さ、そして熱意は、これからも多くの人々に希望と勇気を与え続けるでしょう。彼の未来に期待しながら、私たちは彼の一ファンとして、その歩みを応援し続けます。平野翔という存在は、私たちにとってただのアイドルではなく、人生の一部となっています。彼の存在が、私たちの毎日を少しだけ特別なものにしてくれているのです。彼の輝きが、 これからも続くことを心から願っています。そして、彼のような素晴らしいアーティストに出会えたことを感謝しながら、これからも彼を応援し続けていきます。一緒に住んでたことなどからも伺えますよね。私、わらも、かなりの年配ですが偶然にも、翔くんと同じラブイズオーバーが当時お箱でした聖句お休み感じちゃいます。翔くん本当は、昭和生まれお顔も心の綺麗さも優しさもみんなにわかっちゃうんだね。 どこが好きって言ってたけど、ここにいる方々のお話に答えがいっぱいある。翔くんと同世代の娘がいます花男原作ファンでそのまま花晴れ見て、ハマりました。当初お金のない主婦でしたが、離婚。大病してその時に翔くんのバラエティで笑って面活できて、再デビューの時は気づいたら FC 入ってました因来では米拾ってくださってますます量です。関西時代の 50cc 覚えてます。 58歳です。今年の4月にもうすぐ脱退してしまう子たちがいるキンプリって有名な曲の他にどんな曲があるのか検索して月読みに落ちました。歌ダンスルックスすべて好きですが、発想力。あの一寸法師多分人生で一番笑いました W。考察おっしゃる通りです。彼の心は昭和でも昭和初期。 戦前の武士道精神を持ったままの純潔な優しい日本男児。絶滅したはずの勘を見つけた感動で大人より大人マダム世代59歳で人生初めての推しとなり、真下が33歳も年下なのにしばしば年上にさえ思えるドキッとするほどの包容力があるし、しかしもちろんひたすらに可愛い。繊細さや恐れを知らないその姿を見ればどんなことをしてでも守ってあげたいと心底思わされる。 マウス型は神々を思わせるほど滑らかで荘厳でため息が出るほど美しい。まさに生きてるだけで100点。人生そのものが芸術的で国宝級アート作品だから歌っても演じても元のままでも怒っても泣いても人の心を浄化する力が半端なくある。ああ、国税使って保護して育ててほしい。ぽっちゃり好きと言ってくれるのも食べないことだけでは痩せられないマダム世代にとって食べて良いの と甘えさせてくれると感じられるのも人気の理由かな。リコちゃんたちみたいに年齢関係ないよって言ってくれる年下の優しいファンがたくさん拠てくれるのもとても癒され、推しのいる暮らし最高で今の自分が人生で一番好きです。いつもありがとうございます。応援してます。ドンピシャマダム世代のファンです。ドラマやバラエティを見て可愛いなぁと思っていましたが、 気がついたらしっかりハマっちゃってました。